処理室に向かう。これはアーロイがガイアとかそんなことないか、あるな。なんか面接、もちろん協力します。再建のお手伝いができるなんて、僕が破壊してしまったのに、自分がふさわしいとは思いませんが、でも当然やりますよ。あなたの過失を責めているというわけではありません。私にはそうです。ソベック博士、マーゴー、誰もファロから去ったが、僕たちは警告と気づかなかった。誰はこの組織に向いていなかったんだって。あの競争社会にね、同僚より優れより良い殺人機械を作ることにさ。一世紀半に及ぶ SF の歴史があるにもかかわらず、人類滅亡を避けられなかった。僕はあんな生き方はごめんだ。これまで以上に力を尽くすつもりだよ。家族をエリシオンに送るためにも。思ってもみなかった、罪滅ぼしを僕ができるなんて。まだ気分が悪いなら、いいえ、薬が効いてきたみたい。舌の裏の感覚がない。できれば私も一緒に信じてみたい。でも被害が大きすぎるし、広範囲だし、もう手遅れよ。ソベック博士の活躍は目覚ましいですが、ダメ、無理です。生命がいつも道を見つけられるわけではない。永遠に失われてしまうこともある。作望東のように、それにコンゴやティモールや私、そう、それが見返り。末期患者で溢れる地下たちで、その時が来るのを待つの。一緒に年を取るのです。愛する者と安全に。家族はいません。今からでも作ろうかしら。それは無理です。エルシオの全住民は生殖不能になる。最大100年に及び2000人以上を養う居住空間を作るのはとても大きな挑戦です。アルバート博士、人口が減らずに増加すれば、皆30年で死に絶えてしまいます。分かってた。でもどうしても口には出せなかった。失礼、終わりにして。楽に行かせてちょうだい。私はこれ以上関わりたくない。もうたくさんよ。なるほど。手続きには48時間の待機期間があり、自殺も受け持ってたの、ここの施設。今度はおとなしくしてろって。医療民、セキュリティ、安全のためです。今どんなご気分ですか。話してやる。驚いた。いや、呆れ果てた。親父でも言うだろうな、呆れたってさ。額に血管を浮き立たせてね。俺はずっと宇宙への脱出計画が。何これ、座標した手枷。どっちに進むんだろう。こっちが中央施設だよね。ここはなんだ。何もなかった。しかも音声途中で止まったね。今度はおとなしくしてろって。セキュリティ、つい三角押すと止まっちゃうからね。今どんなご気分ですか。話してやる。うわー、驚いた。キノコあるってことは戦闘があるな。親父でも言うだろうな、呆れたってさ。額に血管を浮き立たせてね。俺はずっと宇宙への脱出計画が絶対に準備、俺はずっと宇宙への脱出計画が絶対に準備不足だと思ってきたんだよ。
でも想像以上だったな。本当に最悪だ。ソベックは叶いもしない夢を見てる。あいつ相当ヤバいぞ。こんな出来もしないことを全く呆れる。お互いの時間を無駄にしたな。俺はもう帰る。残念ながらそれはできません。あんたらがやろうとしてることは全部できっこない。オプションについて資料をお読みいただくのが。もうたくさんだ。帰るからな。何を、お前、おい、俺に触るんじゃない。みんなソベック博士の考えに賛成してる人あんまいなそうだな。なんか罪滅ぼしできるって言ってる人もいたけど。侵入者だ、やれ。何にしても死ぬんじゃないぞ。ちょっと待って、あいつら全員いや戦闘あると思ったけど、みんなそこで待機してんのか。してるなぁ、してるなぁ。どうしようかな。めっちゃ撃ってきてる。めっちゃ撃ってきてんな。こっちの方がいいかな。よいしょ。これで、ちょっとずれたな。進行だ。うわあ、びっくりした。あ、これ取れるんじゃないの、あれが。ファイヤーストライカーを持ってこれを撃とう。一人やった。もう一人は。よし、捨てて。で、ちょっとキノコもらおうか。ケイ。すべて私の思い通りに終わったじゃないか。そんなことないけど。本当だったらここを入ったりして倒す的な、そんな感じかな。トムパイ、彼らと話してきた。アルテミスの目的なんかもな。動物園作りに興味はないと伝えといた。動物園作り、この数千年間で人類が素晴らしい管理者ではないと証明してきたわけだ。だから生物圏を再構成するという考えは末恐ろしいことだ。だってそりゃそうだろう。それを推測する権利を持つことさえおこがましい。フォーカスを使う。だが手段は何もない。こんなことをしでかしておいて何もないんだ。そしてリーダーはチャールズ・ロンソン。彼はすごい情熱を持っている。熱血感だ。ならやってやる。文字通り私の全てを捧げてね。プロジェクトが終わったら医療オプションを選ぶことにするよ。カウンセラーは気が変わるかもと言ったが、俺のことを分かってないと言い返してやった。生命のために汚れ仕事をやる。だが俺は惨めにしか生きられない。未来の提案は真っ暗ごめんだ。それにアウトドア派だ。 LED の光は私の肌に合わないし、それに少し閉所恐怖症でもある。知らんがな。お前の閉所恐怖症知らんがな。でもどっちが正しいのかちょっと私にも判断できないな。これ荷車はないだろう。ポイして。あー、ある、なんかある。モッキングバードのつまらない FBI に教えてたことがあったけど、
さらば楽しかったぜ。でもカウンセラーには辛く当たりすぎたかもな。可愛かったし、マニュアル通りにやってただけだった。ゼロドーンがいかに滑稽かは彼女じゃわからないか。未来のためにホログラムの彫刻家を作るとはね。でもそうだろう、間違ったことは言っちゃいねえ。ねえママ、自然を作ろうってか。そんなに自然が大事ならなるようにしたらいいだろう。絶滅自然だね。ゼロドーンは自然じゃないよ。最後人工的すぎてやってらんねえし、おめえも自覚してるんだろ。だから隠してんだ。そんな中俺のカウンセラーちゃんは頬の裏を噛んでる悪い癖だ。爪も一枚だけ噛んでたな。ついてない一日だったか。ノルマ達成できないと見るや、デイト3人も拒否されるおつもりですか。だって冗談よせよ。18ヶ月働きまくればエルシオンで30年間ポルノを見まくり。その話乗った。ゼロドーンとは壮大なスケールで表現する一種の芸術のようなもので、でもとても不公平じゃない。なぜ私が選ばれたの。委員会が決めたこと、アルゴリズム。私が美術史を専門としてたから家族が救われたわけ。それでいいの。スーベイ博士、クリスティーナ・スーベイ。はい。歴史学者の男性と会った。彼の専門はバウハウスと唯物論で、私の講演にも来たことがあった。これもまた不公平ね。ホールには数えきれないほど人がいたのに、二人だけがここにいるなんて。それでも私は運命を受け入れられる気がする。確かに不公平よ、本当に。でも私の家族のために、そして芸術のために。芸術は生きている。それは時代を超えて語られなければいけない。そして未来にこだまする過去の遺物にしてはいけない。この大チャンスを生かさなければ。なんかアーロイと音声データが被って喋ってて分かんなかったけど、ここの電源を取り戻せ的なこと言ってた。正しい組み合わせ。またあれか。てか全部解き方一緒にしといてよみたいなね。あ、なんかあるな。ねえ、ブレッドの無能さにはもううんざりよ。あの人 H エミッターノードを逆に取り付けたのよ。全部逆なんだから。全部逆。私は尻拭いはしないわ。直したければ彼に新しいエミッターを用意させてよね。全部逆なんだ。他は何もないよね。1,2,3 近くに保管庫があるかもしれない。あ、こっちはまた別なんだ。左からでいいのかな。上、左下、右、左下、右。よし、近くの扉を調べよう。これがなんか足りないって言ってんな。保管庫、近くの扉を調べよう。内側か。上になんかあるな。上はどうやって行くんだろう。いや、このドアが開いてるとかじゃない。あ、この上に行ける？
違うかな。あら、違いますかね。違いますね。あれ、掴める感じでもない。近くの扉？上行ける、行けないしな。ここ、こっちじゃないのか。扉があったのかな。あ、これ、これか。これが保管庫。で、上に登れる。おお、上に来た。見つけた。使えそうだ。あ、今の色あせてるやつがそうなのか。で、あとはここか。で、ここにセット。うまくいきそうだ。で、これ逆って言ってたから、下右上左下、下右上左下、下右上左下。あれ違うか。あれ、下右上左下、下右上左下、そういうことじゃないのか。ねえ、ブレッドの無能さにはもううんざりよ。あの人 H エミッターノードを逆に取り付けたのよ。関係ないのかな。私は尻拭いはしないわ。直したければ彼に新しいエミッターを用意させてよね。それじゃあ、ちょっと待って、全部逆なんだからって。これを反対にすればいいのか。下左上右下、下左ん、下左上右下、右。これでよし。おお、やっぱそうだ。奥に何があるか見てみるぞ。誰かいる。そこ見つかるよ多分。エクリプス来たか。接触は避けろ。問題なさそうだ。ガイア、あそこだな。2階だ。行けるか。やるしかなさそうだな。え、接触次第で行くの。倒すってなってんじゃん。接触するなとか言ってたけど、どっちよ。うわー、戻れないんだな。どうしようか。一人ここ通る。え？あと二人。最近の敵はリーダースキルじゃないと倒せなかったりするかな。静かに。
何？ギリギリ、ギリギリバレてない。バレた。バレたか。いやでもあと一人だ。お、いいぞいいぞ。そのまま警戒を解くんだ。そして私にリーダースキルをさせてください。いけるー。いけた。まだいるじゃん。超いっぱいいるんだけど。これあれじゃん、死体を見つけて、ほらほら来たよ。死体じゃありません。使います。死体を見つけに来た人をねキルすれば。こいつら多分全員あのドクロマークついてそうだもんね。多分嫌じゃ、ヘッドショット一本じゃいけないやつだな、きっと。多分あいつ来るな。死体を見つけて来るな。散らばってるもんね、死体が。来ないの？もしかして。もしかして、こんなに死体が転がってるのに。いや、こちらへん来るはずだから、多分どっかのタイミングで気づくと思うけどな。さっきあの人サイレントキルした時誰も警戒しなかったから、多分ここら辺で始末すれば見つからないはず。待つんだ、辛抱強く。こっち来るぞ多分ね。来ないのか。ですか。いや、そんなことは。いや、来ない、来ないか。来ないっぽいな。そういう時は必中の矢を当てるしかないな。立ってるやつに気づかれそうな気がするんだけどな。気づくか。気づかねえ。よし、あいつどこにいんだ。しかも今のなんか普通の人っぽかったな。構造上ってどういうことだ。